ははい皆さんこんこにちは村長です先日より最新版のブリューの動画をアップすると大変好評でですねやはりこのブリューがあればもう動画ソフトはいらないんじゃないかというぐらいですねとっても統合された環境で便利に動画作成ができますこれを今日は徹底的に解説をしていきたいと思っています ブリューは今画面に出していますようにこちらの公式ページからダウンロードができます大きく無料ダウンロードというのもありますし右の上の方に自動的に Windows だということを認識してですねここにダウンロードボタンがありますこれでダウンロードをしていつものソフトと同じようにインストールをしましょうそうしましたらこれがですね ブリューの画面ですブリューの画面はヘルプ画面を押しますと設定というのがありましてここでラークとライトこのように白っぽい画面にするか黒っぽい画面にするか設定を変えることができますまたプレイヤーの位置なども自由に変えることができますが今回は初期値の左に表示というのでやっていきたいと思いますそうしまして 新しいファイルを作るときは、ファイルのメニューを押しまして、そして新規で作成というのをやっていきます。いろんな作り方があるわけですけれども、テキストからビデオを作成する。これを僕は一番推薦したいです。前回の動画でもこれからスタートしました。この機能を覚えるだけで、 動画作成は誰でででもができるるようになるわけですその他にも AI 音声で始めるということで1行ずつ打っていくモードやこの2つ目のアイコンは OBS とかそういうようなものがいらないでもですね録画そして録音そういうことが簡単にできるようになっています。でもそれはある程度の構成を 自分ができる人じゃないとなかなかまた動画を作るのが難しいという話になってしまいますので僕のおすすめはなんと言ってもこのテキストからビデオを作成するこの方法が一番便利だと思っていますこれを選択します今僕が編集中のものがありましたのでこれを保存しますかということです一応保存しておきます このようにしてですね、適当に保存をしておきます。そうしましたら、このように動画の台本を入力してくださいという画面になります。今日のテーマは、僕がやってます Facebook グループの CM、それを作りたいと思います。ですから、このテーマの要約というところに、その文字を打つだけです。ちょっと打ってみます。 Facebook グループ音楽と DX 時短や AI についてのグループです。このように打っておきます。ここで本来なら台本を考えてこんなグループです。今何人ぐらいいますとかですね。そういうようなことを入れるところなんですが、もうそれは全部すっ飛ばしてですね。AI で作文というのをします。 しばらく待っていると台本も全部作ってくれるようになりますこのようにまとめた感じになりましたがもっと詳しい情報が欲しいですので続きを書くというのを押しますはい随分できてきましたね要点だけちょっと読ませていただきます、Facebook、グループ音楽とは、 音楽業界における効率化や AI 技術について論議するグループですちょっと硬いですねこのグループに参加することで音楽制作やライブイベントの企画運営においてどのように DX を活用できるかについて学ぶことができますこういうようなマークですね文章を作ってくれますでもちょっと僕の思ってる趣旨と違う部分がありますのでここで この文章を編集,しますこの編集の過程自身は皆さんにお見せしてもですねさほど皆さんのお役に立てるわけではないですので僕の方でパパッと編集をしましてですねその続きから見てもらうようにしますはい僕の方で若干自分の思いを入れた編集が終わりましたそうしましたら YouTube の16対9ここですね これで作成をしたいと思いますので次へというのを押します今度は台本を読み上げる声優を選択しますので僕はもう気に入っているものがありますですからこのケータというのでやりたいと思いますもちろん他を選ぶ時はこのように選択を変えればいいわけですそしてここでどんな声の質かを聞いてみることができます 簡単で便利な動画編集ブリューと一緒ならできますこのようにして好きな音声を選んでください次は「完了」このボタンを押すだけですそうしましたらここでこの話題に適当な画像や動画そういうものをどんどん入れてくれますしばらく待ちますはい完成しました これでもう動画はできています。あとは編集をしていくだけです。前回の動画ではここで終わりまして、いわゆる流れだけを見ていただきましたが、今日は徹底解説ということでですね、あまり動画が長くならない程度で、この多機能な部分をご紹介していきたいと思います。今、画面にありますように、左のところを見てください。そうしましたら、 ある一定の大きさで字幕が入っています。字幕は今回音声で読み上げますので、さほど大きな文字はいらないとは思います。ですから、もう少しだけ字を小さめにしたいと思います。そういう時は全体をしますので、Ctrl A を押しますと、このようにチェックが入ります。そうしましたら、 書式というメニューが上にありますので、そこでこの文字をですね、90%にしたいと思います。すると若干小さくなりました。そうしまして、輪郭というのを見てみます。赤い文字でやりたいと思いますので、縁を赤にします。はい。このようになりましたね。今度は背景というのを選びます。 背景の色を黄色にします。はい。このようにもできるということです。ちょっと今回は背景はなしにしておきます。今度は影というのをやってみたいと思います。影は黒でつけておきます。このようにしまして、次はこの開業タイミングについて演習をしていきたいと思います。それは 左の画面ででもできますし、右のですね、このテキスト、ここででもできるようになっていますので、一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目のクリップは2行になっています。この2行がそんなにおかしくないところで開業になっていますので、ここはいいとします。二つ目を見てみましょう。ここでもですね、2行になっていますが、できるか というところで開業なっていますので、活用できるかというところで開業をしたいと思います。そういう時はクリップを選びまして、活用のところでエンターを押しますと、このように2行に分けることができます。今度はまたというのがここにありますよね。こういう時はここで開業するんですけれども、文字が 上と下になっていますこういう時はですね上側のところの「また」の前でですねエンターを押しますとこのようにクリップが分かれますそして今度は下のと,こ,ろと合体させますこういうふうに2つをチェックしましてクリップを結合というふうにしますもしくはコントロール E ですそうしますとこのように1つになります このようにして結合もしくは分割を繰り返しながらテキストを編集していくことになります。また、ここの部分も少し飛ばしていきたいと思いますので、僕の方でパパパッと編集をします。はい。それでは開業編集ができましたので、最初にやりました赤の文字というのが見づらい感じがしています。少し変えてみましょう。 全体を変えたい時は先ほども言いましたように CtrlA で全てを選択しまして色などを変えていきたいと思いますこの輪郭の色を赤ではなくって青色にしたいと思いますこの青もちょっと目立ちすぎですねもうちょっと暗い青にしますこれの方が見やすいですねそしてボールドいわゆる太文字にしておきます このように編集をすることができます。今度は一つ一つのクリップの文字を少し工夫を加えたいと思います。各クリップの中の書体とか文字を装飾していく方法をお話ししたいと思います。そのクリップを選択しましたら、ここでですね、このようになどりまして、文字の大きさ、 ここらを変更します。そして色なんかをこのように変更していくとそこを強調できますもっと大きい方がいい場合はこのようにやってみてくださいそうしましてここに別の文字を追加したいそういう時はデザインテキストというのを選択しますするとこのように右のようなサンプルがありますのでここで ちょっとこの光ってるような赤のタイトルを選びましょうするとこのようにタイトルが入りますそうしましてここで書体などを選びます K ホントっていうのはかなり太い文字ですのでタイトルにはとってもいいですそしてサイズ200ぐらいにしましょうそうしましてここの内容を打ち替えることにします はい、音楽と DX グループ紹介としました。2行のようになってしまったので、もう少し幅を広げたいと思います。はい、そしてこの青い線のところをこう引っ張ると、自由な位置にできます。赤い目安ラインが中央にありますので、これで中央が揃っているということです。このようにして文字に装飾をできますし、ここには、 効果というのもありますこの効果をすることで例えば点滅をさせたりということができるようになりますこのような効果ができるようになっているわけです。そしてそのまま次のところにもやりたいなと思うことがあると思います。そういう場合はここでですねコピーをしまして次のブロックででも 貼り付けをしますこのように同じ位置にちゃんと貼り付きましたこうすればですね最初から2つ目のクリップまで出るようになります Facebook グループ音楽と DX は音楽業界における効率化や AI 技術について情報共有するグループですこのグループに参加することではい、このようにうまく2つのクリップに1つのタイトルを収めることができました こういう機能やこのキャラクターを入れることもできますこういうかわいいキャラクターですねこういうのを一部分に入れてみたいと思います今回の話にはあまり合わないものですがこの3のブロックですねこのブロックに入れたいと思いますこのグループに参加することで音楽制作や AI、DX をどのように活用できるかについて情報を得ることができます 今気がつきましたでしょうかちゃんとですね音声に合わせて喋ってくれていますとっても素晴らしいですねもう一度やってみましょうこのグループに参加することで音楽制作や AI DX をどのように活用できるかについて情報を得ることができますもう本当に至れり尽くせりということになりますそしてこのクリップは 1>, 1から13まであるんですけれども、最初から最後まで、今はこの BGM がついています。1から13ということになっています。この適用範囲を変更することもできます。全体にとか、現代から最後までとか、そういうふうに切り替えることもできますので、この画面の下にですね、このように出てくれているのがとってもありがたいですね。そうしまして、 こういう写真とかをですね、また別の写真に置き換えるということもできるわけです。例えば一番初めですね、こういう写真になっています。ちょっと僕のグループのタイトル、これを入れてみたいと思います。こういう時はどうするんでしょうか。例えばこういうようなタイトルがあります。このタイトルをですね、スクリーンショットします。 こんな感じにスクリーンショットをしました。そうしましたら、もう一度ブリューに戻ります。ここに画像を入れたいですので、この画像というボタンを押します。そして PC から読み込むという風にします。今保存した部分は、このスクリーンショットというところに入りました。ここにスクリーンショットがありますよね。これを開くとします。そうすると、 ここに、マイ素材ということで入りましたので、これをですね、プラスというのを押しますと、現代のクリップ、これを選択することになります。はい、このように入りました。もう少し小さくします。というのは、先ほどですね、ここにタイトルも入れましたので、この辺ぐらいにしておきたいと思います。じゃあ、これで再生をしてみましょう。 Facebook グループ音楽と DX は音楽業界における効率化や AI 技術について情報共有するグループですはいこれもですねこのこいつですねこれをコピーしまして2番目のところにも貼り付けておきましょうはいもう1までバッチリいってくれるのがとってもありがたいですね ここのよよううにに画像を入れ替えるるともできるようになっています。そうしましてこの2つ目のクリップを見てください「音楽業界における効率化や」というふうになってますがなんか「音楽業界」とか言うととってもですね硬いイメージになりますよねですからここを「業界」というのを抜きたいと思うんですね。 でも今音楽業界と喋ってしまってますので音声から変えないといけないそういう時はどのようにするんでしょうかそういう場合はですねこのところをクリックするとですね音声修正というこういうボタンがありますこれを選択しますそうしますと画面の一番下にですね今喋ってくれている言葉がありますここで この業界というところを消しますこのように消しましたそれで確認というのを押しますとこれで入れ替えてくれたということになりますそして字幕もですね音楽におけるというふうに変わりました一度聞いてみましょう音楽における効率化や AI 技術について情報共有するグループですはいうまくいきましたね これが音声の修正のメニューです。次ですけれども、もう少しまたお話を進めたいと思います。ここでですね、トピックも取り上げていますの後ろにこんなマークがありますね。これいわゆる音の空白部分です。例えばこの空白を短くするのは簡単です。これを右クリックしまして、無音区間を短縮というのにして、 これをですね、少し変えたりすることができるようになっています。例えば、もう少し上げておきましょう。0.91秒まででしたら上げれます。で、ある程度行くと、このボタンがなくなります。上げすぎることはできないということです。そういう場合はどうしたらいいんでしょうか。これはですね、このボタンをこのようにしてですね、コピーしまして、そして後ろに、 もう1回貼り付けをしますこのようにすると空白が長くなりますちょっと聞いてみましょう9番から10番まで続けて聞きたいときはこのように2つを選択しておきましてそして再生をしますまた音楽業界に限らず DX 技術が進む中でビッグデータや自動化による業務効率化などのトピックも取り上げられていますさらに グループ内でのはい今ありましたように空空白白つ分ままで空白が伸びましたよねブリューの素晴らしいところっていうのは今までの動画編集ソフトは音声波形を見ながらその部分を後ろにやったりまた切り張りしたりとかということをしないといけないんですがこのブリューというソフトはですね文字単位で編集ができる今までにはない 画期的な動画編集そういうアルゴリズムになって開発されていますあとメニューの中には字幕に関することですねそして書式何を挿入するかもしくは効果音量の調整などもここで一発でできるようになっていますそして倍速でその部分を再生したり とというよううよよなこともでできるようですそして最後はファイルから書き出しをすることになりますその時にも通常の動画のエキスポートそれだけではなくってここにありますようにファイナルカットプロに出したりですねダヴィンチリゾルブこの辺のところにですね出していけるというのがとっても応用力があっていいと思います 通常はですね、この動画をエキスポート。これをやることになります。クリップ全体なのか、選択した部分なのか、そういうのも選べまして、通常はですね、画質を決めてやります。えちょっと僕の今使っているパソコンは非力なんで、この1280-720、ちょっと画質がハイビジョンより小さいですけれども、この形で書き出したいと思います。 そして高画質から標準最高画質まであるんですがここを標準というのに画質を下げて書き出してみたいと思いますそうしましたらこのようにファイルを保存するダイアログが出てきますのでダウンロードホルダーにやってみましょう、まあ、名前は通常は変えるべきですがもうこのまま書き出しますそうすると右の端の端方に テキストボックスをまとめていますと出て、動画をエクスポートしています。残り時間も出ますので、約1分半ぐらいで書き出しができるようになります。ちょっとお待ちください。はい、このように書き出しが終了しました。ホルダーを開くと、 というのを押しますと書き出したホルダーが開きますこのようにダウンロードホルダーに保存されていますちょっと聞いてみましょう Facebook グループ音楽と DX は音楽における効率化や AI 技術について情報共有するグループですこのグループに参加することで音楽制作や AI、DX をどのように活用できるかについて情報を得ることができますまた、 グループメンバー同士が情報交換を行い効率的な作業方法や最新の AI 技術について未来の音楽シーンについて考えるきっかけになるでしょう音楽業界の DX 化が進む中このグループは今後ますます重要な役割を担うことになるように企画を練っていますまたこのグループでは業界の最新トピックや関連するニュースについても共有されています例えば 最近では AI による音楽制作の可能性が注目されておりグループ内でその技術について盛んに情報発信していますまた音楽業界に限らず DX 技術が進む中でビッグデータや自動化による業務効率化などのトピックも取り上げられていますさらにグループ内でのコミュニケーションは音楽関係者クリエイター YouTuber などのつながりを深めることにもつながっています このように Facebook グループ音楽と DX は音楽業界において DX 技術の導入や活用について学び情報交換をするための貴重な場になれればと願っています今後も音楽業界の DX 化に貢献することを目指して運営していきますはいこんなふうに動画ができたわけですあとおまけのようなお話ですけれどもこの文字装飾とかにはですね まままだまだ高機能な部分があります例えばこの音楽と DX これにですねここにはないような機能をつけたい場合詳細というのをすると画面の右側にこんなメニューが出てきます例えば二重輪郭とかいうのもできますしそして通常ではできないような打ち消しですねこういう打ち消しマークもできます アンダーバーバもつけることができますこのように今日僕が紹介しなかった部分でもたくさんの便利な機能がありますただし今日お話ししたことはほぼ皆さんが使うにあたっては重要な部分はおおむねお話ししましたのであとはこんなことできないかなこのメニューは何なんだろうそういうような形で いろんなことを試していただけたらいいのではないかと思います今日はとっても素晴らしい AI 進歩しましたブリューこれの詳細な解説をさせていただきましたまた音楽と DX このグループを僕の方で主催しておりますので興味のある方は覗いてみてください Facebook グループですけれども通常なら承認 とかですね登録とかいうようなことがいるんですけれども僕のグループは完全フリーにしていますのどきに来ていただくだけでもできますので概要欄から見ていただいたりして是非ともこれからの AI そしていろんな意味での DX を学んで音楽やクリエイティブなお話をしていきましょう村長スタジオでした